様、菊池まどかです。長編歌謡浪曲孫は活がいをたくさん応援していただきましてありがとうございます。今回孫は活がいにちなみ孫川柳を募ったところ、たくさんのご応募をいただきました。その中からどれもこうつつけがたかったんですけども、選ばせていただきました。それを今からご紹介させていただきたいと思います。まずはユニーク賞の発表です。じゃん。鼻歌で孫の音感狂わせる。鼻歌で孫の音感狂わせる。これほんまにね、ユニークやなと思ったんですよ。それとともに、ぜひこのご家庭に菊池が行って一節覚えていただいて、そのおじいちゃまおばあちゃま方に音感をご指導させていただけたらなという思いも込めて、ユニーク賞に選ばせていただきました。それでは孫川柳に浪曲調の節をつけさせていただきたいと思います。鼻歌で孫の音感でした。続きまして菊池まどか賞をご紹介させていただきます。じゃん。孫が来て明かりが灯ったお祭りだ。孫が来て明かりが灯ったお祭りだ。これは菊池まどか賞と選ばせていただいたのは、本当になんか情景が浮かぶなと思って選ばせていただきました。あの孫が来ることによって、おじいちゃんおばあちゃん、そしてご両親、そしてお孫ちゃんを中心に、なんかすごいあったかくてにぎやかで、あの私も夏はすごくお祭りとかが大好きなんですけども、まあ、お孫ちゃんが来ることによって、あのそんなお祭りのようにこう温かく、そしてにぎやかでというのを、あのピンとこうなんか頭に想像ができたので選ばせていただきました。この川柳に浪曲の節をつけさせていただきます。孫が来て明かりが灯った歌唱でした。それでは最後に、孫は活がい賞をご紹介させていただきます。じゃん。良いところはみんな私に、いや俺に。良いところはみんな私に、いや俺に。すごくなんかあのこれを読んでいて、あの面白いなと単純に思わせていただきましたので、孫は活がい賞に選ばせていただきました。なんとなくあのおじいちゃんおばあちゃん、なんかご両親がこう、いや私によ、いや俺にやと言ってお孫ちゃんを取り合ってるなという雰囲気が、すごくあの今回の作品にもちょっとテイストが似てるかなということで選ばせていただきました。ではこれを浪曲調に一節。良いところはみんな私に、いや俺に。孫は活がい賞でした。皆さん、たくさんのご応募いただきまして本当にありがとうございます。引き続きこれからも長編歌謡浪曲孫は活がい、よろしくお願いいたします。菊池まどかでした。ありがとうございます。